海河は中華人民共和国を流れる大きな河川の一つ。河北でも最大級の川で、北京市と天津市の全域、河北省の大部分、河南省、山東省、山西省、内門ゴルジ地区のそれぞれ一部を流域に含み、渤海へと流入する。天津市域で5つの河川が合流して、海河となる。すなわち、北運河。南運河は、広州から北京に至る。 大運河の一部で、山西省の太閤山脈から流れる栄河の下流部分を利用して建設されており、山東省領城市、臨機吉市の栄川合流点から天津市までの 524km を流れる。北運河も大運河の一部をなし、北京市北西の昌平区の縁山山脈から流れる、温入れ川が、北京の東南の通州区で、北運河と名を変え、北京から天津までを結ぶ。 大運河の一部をなす。北運河は北京から渤海に出る水路として重要であり、途中で北京東部の重要な水路である塩白川とも合流していたため、近代初期の西洋人には海画全体が白川と呼ばれていた。海画水系の地図天津市下北区を流れる海画最長の支流、浄河の源流から川口までの距離はキロメートルに達するが、 天津から川口までの海岸本流の長さは、わずか7 3トル、直線距離では5 0トル足らずである。三佐河口は、天津市の紅橋区、河北区、南海区の交わる地点にあり、ここから下流では、右岸は、加東区と、東霊区、左岸は、和平区、河西区、津南区となる。最下流部は、浜海新区に属し、大きな港湾、化学工場。 造船所などが集中する。流域面積は32万平方キロメートル近くになり、1億2400万人が生活する。海河は天津で加わる南運河を通じて大運河と連絡しており、黄河水系や長江水系にもつながっている。海河水系の A 河は、志賀が A 定河、海河はかつては合流せずに、別々の河口で牧海に注いでいたが、北京へ向かう。 大運河の建設と同時に、水運でより多くの河川をつなぐために、下流部分が付け替えられ、天津付近で一つに合流するようになった。海河下流は低地帯であり、満潮時には川の水は下流から上流へ逆流し、干潮時には上流から下流へ流れる。海の潮汐と川の流れが一致することが、海河の名の由来である。民間付きの科学者、農学者である、 女皇帝は、河北に水筒を導入した際、まず海が下流域で栽培に成功し、成長期が長く、品質も良い、祥丹島、現在の天津室南区にある祥丹鎮の名にちなむは、有名になり、海が下流は、水田地帯になった。しかし海水が、水田に逆流して、稲を枯らすのを防ぐため、1959年には、川王という川口関が作られている。 甲が同様、海賀も粉末状の濃度の多い地域を流れてくるため、流水の中には相当量の土砂が混じっている。下流では自然堤防や川床に堆積した土砂のために天井側になっており洪水が起きやすい。さらに5つの大きな支流に対して水深の浅い河口が1つしかないため洪水はより起こりやすくより大きくなる。海賀の流域の地形は 高い太閤山脈から平坦な河北平原へ直接つながっており、落差が激しい。河北では年平均降水量は少ない反面、雨量が夏の一時期に集中する。7月や8月に太閤山脈の山麓で豪雨が起こると、平原部に入ったところで河川の流れが急に緩やかになるため洪水が発生し土砂が堆積する。このため平原では稼働は広く浅く。 流路も何度も変わっている。記録によれば、明朝が成立し、北京に遷都した1368年から、中華人民共和国が成立した1949年までに、海岸流域では387回の大規模な、水害と407回の大規模な考えが起きている。支流の一つ、英帝川は、稼働が常に定まらないことから、元は、無帝河と名付けられていたが、皇帝が、 大きな洪水が起こらないよう祈願して英帝川と解明させた。1939年には大洪水で通ら鉄道が破壊され、天津市街は水に浸かり中心部の和平区の低地帯では水深が2メートルに達し2ヶ月近く水が引かなかった。1963年には大閤山脈で7日に渡り豪雨が続き、洪水市付近は洪水で海のようになった。 天津の工業地帯を守るため上流で堤防が壊され、上海や甲州と北京とを結ぶ蛍光鉄道や京、古鉄道は水没した。こうした被害が相次いだことから、毛沢東は国葬地帯である河北省や北京、天津などの大都市を守るために海岸の治水を指令した。これにより、上流には多くのダムが、下流には増水時に水を海へ直接流す。 放水路が建設された。例えば、塩白川には塩白新川という放水路が作られており、現在は北運河には合流していない。海画流域では1963年以後大水害は起きていない。栄帝川に架か,かる六甲橋。橋の下には水が全く流れていない海画の流域面積は32万平方キロメートル近くであるが水量は少なく、年間水量は 工画の半分、超高の30分の1に過ぎず、年々水不足が深刻化している。1970年代以後、海画の上流にある都市では急速な工業化、都市化により、取水量が増加し、上水道建設のため支流に、多数の中小のダムが建設された。また大型ダムも次々と建設されている。例えば北京に水を供給する、密雲ダム、干潮ダム、 十三両ダム、補填市に水を供給する西太陽ダム、大海ダム、石化層市の水源となる、木壁層ダム、岡南ダム、境内市の水源となる主層ダム、寒丹市の水源となる竹城ダム、安陽市林圏に水を供給する、高気巨などが挙げられる。こうした、取水量増加や、上流での砂漠化、雨量減少により、海岸の流量は、急速に減少している。 小さな支流の多くや一部の大きな支流では年間のほとんどの期間は水が流れていない。流量の減少により河川の汚染も深刻になっている。河北平原では地下水を汲んで農業用水を確保しているが、汲み上げすぎて地下水位も下がっている。水不足解決のため、1982年には河北平原の第二の大河である側の水を天使にへ 飲水する計画、引き入り工程が開始された。1983年に竣工したこの用水路により、天津には毎年10億立方 M の水が供給され水不足は部分的に解消した。また、加工の肛門を閉じることにより、飲水した地点から川口までの間は大きなダムのような状態になった。しかし、海河と川の加工では、 牧海へ川の水を放流するだけで海水が、遡上しなくなったため、気水域の生態系や漁業に大きな打撃となった。かつて、天津の三佐川口あたりでは、金目銀魚と呼ばれる銀魚が通れ、また、天津郊外の勝吉では、カニが多く、太古や陽気吉子など、超高デルタの豊かな水域にも匹敵する品質の高い水産物が有名であったが、どれも現在では姿を見なくなった。 海岸の支流では干上がった川が多く、猛烈な都市化が進む中で、水不足は、河北の発展の足を引っ張る問題になっている。南水北町プロジェクトでは、超高水系の水を海岸流域へも回すことで、問題の緩和を目指している。ありがとうございます。